県内で最も古い警察署の建物だった西条西警察署の新庁舎が西条市中に建て替えられ、19日から業務を始めました。市東予総合支所隣に建てられた新庁舎は、鉄筋コンクリート4階建てで、延べ床面積はおよそ2790平方メートルです。大規模地震などに耐えられるよう、建築基準法の基準の 1.25 倍の強度を持たせました。屋上には72時間連続で使用できる非常用発電機を設置したほか、県内の警察署で初めて電源車から電力を供給できる設備を庁舎の壁面に設置しました。1階ロビーは旧庁舎の 2.5 倍のおよそ50平方メートルと広くしました。また授乳室や多機能トイレを完備しています。2階には留置施設などを備えています。 LED 発光ダイオード照明を積極的に使用するなどして環境に配慮しました。総事業費はおよそ11億円です。19日は年末の交通安全県民運動の出発式が行われ、署員や市民らが防犯拠点の完成を祝いました。地域の安全安心ステーションとして、さらには防災拠点としてですね、しっかりと業務を邁進していきたいと考えております。